ご紹介しますね。こちらクークル本社で働いておられる。はじめまして。本日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。日本語もお上手ですね。日本語は六郎や六郎の家族から随分と手ほどきを受けました。いえいえ、手ほどきなんて大層なことは。彼の努力の賜物です。もしもし、天沢さん。急に電話してしまってすみません。今少しお時間大丈夫ですか？よかった。今しか時間が足りそうになくて。実は昨日、取引先で家族ぐるみの親交もある外資系企業の役員さんが急遽来日して、金曜日に挨拶に来たいと言っているんです。それで先日お約束した食事の日程を変更できないかと思いまして。ありがとうございます。君ならそう言ってくれると思っていました。それと、もしよろしければその会合に君も同席したらどうかと思っているのですが。彼は今キュレーションアプリに興味があるようなんです。エスタリオの仕事にもつなげられるかもしれません。もちろん私も同席しますが、もし一人で気遅れするようなら小橋さんもお呼びしたらいかがでしょうか？わかりました。それでは後で私の方からメールを送らせていただきます。ごめんね。本当なら二人で楽しくご飯に行くはずだったのに。そろそろ行かないと。仕事中に突然電話してすみません。それではまた後ほど。小橋さんは情報収集アプリを企画運営されているんだとか。お話を聞かせてもらってもよろしいですか？はい、資料を持ってきたのでこちらを交えながら説明してもよろしいですか？この日本語はどういう意味ですか？ハベ？それは…ここでの意味はクレントです。なるほど。ありがとうございます、六郎。中には専門的な用語もありますし、どれだけ日本語が堪能でも難しい部分はあるでしょうから、今日は私を通訳と思っていただければ。お疲れ様。予定より少し早く終わったね。ところで、この後の予定はある？それなら、少し遅くなってしまったけど、
今から一緒に食事できないかな。はあ、よかった。ずっと楽しみにしていたから、延期するのも嫌だなと思っていたんだ。今からだと入れる店は…この居酒屋にはよく来るの？へえ、いろんなメニューがあるんだね。ああ、ごめん。こういうお店は仕事の付き合いでたまに来るくらいだから。メニューも周りの人に任せることが多かったから、なんだか興味深くて。ん？別の店の方が良かったか？全然そんなことないよ。新鮮で楽しいなって思っているところ。この甘エビの唐揚げ頼んでみようかな。エビ好きなんだよね。君のおすすめはある？じゃあ乾杯しようか。会合お疲れ様でした。乾杯。やっぱり一仕事終えた後の一杯は美味しいね。特に今回は気が抜けなかったから。家族ぐるみの親交があると言っても、俺自身は彼と一緒に仕事をした経験がないからね。何か失礼をしないかって終始ヒヤヒヤしていたんだよ。それに今日は君と小橋さんに声をかけた手前、二人に格好悪いところを見せられないって思ってたから、余計に緊張したかな。そんな素振りわからなかった？それなら俺のポーカーフェイスも捨てたものじゃないね。お酒はまあまあ強い方だと思うよ。君は？こういうのは体質もあるし、人それぞれだから、君は君のペースで楽しんで。もし気分が悪くなったら、すぐに言って。そんなこと言って、俺が酔っ払って倒れたりしたら目も当てられないから、お互いほどほどにしようね。俺の家族、そうだな。母は穏やかかもね。父は家族や会社を大事にしているけど、厳しい人だよ。少なくとも俺に対してはね。小学生の時、弟の体調が一段と悪くなって、俺は夏休みの間、叔父の家に預けられたんだ。両親が弟の治療に付き添うから、一人で寂しくないようにって計らいだったと思うんだけど、父は何も言わなかった。言わなくてもわかると思ったのかもしれないし、そこを説明するだけの余裕もなかったのかも。でもまだ小学生の俺には結構寂しい出来事でね、このまま家に呼び戻されなかったらどうしようなんて不安に思ったりしたよ。ただ叔父は優しかったし、ひと夏の友達もできた。親と離れ離れの寂しさや弟が心配な気持ち、そういうので塞ぎがちだった俺を、
彼女は熱心に慰めてくれたんだ。彼女がそばにいてくれたから、あの夏を楽しく過ごせたのかもしれないな。別れの日はすごく離れがたかった。彼女の居場所は俺も探したんだ。もう一度会おうって約束していたから。でも引っ越してしまったみたいで、行方は分からずじまいだ。どこにいるかは分からないけれど、幸せに暮らしていることを願うよ。もし今になって再会できたとしたら、それこそ運命だと思うけど。そういえば天沢さんは運命ってあると思う？そっか、君は信じてるんだね。俺は運命はあると思ってるよ。例えば君との出会いもそう。たくさんの人々の中で君に出会えたことは奇跡みたいな巡り合わせだと思わない？ごちそうさまでした。塩アイスなんて初めて食べたけど、すっきりしていて食べやすかったな。今日はありがとう。今度は俺がよく行くお店も紹介するよ。もしかして堅苦しいお店は苦手？なるほど。それならなおさら紹介させてほしいな。一度行ってみればそうすごいところでもないとわかると思うし、マナーがわからないって言うなら連れて行って教えてあげるよ。本当は家まで車で送りたいところだけど、飲酒運転になってしまうから今日はダメだね。酔いざましにちょうどいいから、駅まで一緒に歩こうか。あ、この道ってもしかして。ああ、ごめん、さっき話したよね、夏休みに友達ができたって。この近くに公園があるんだけど、その子と出会った公園によく似ていたことを思い出したんだ。家に戻ってきて寂しくなった時とか、よくその公園に一人で行って夏休みのことを思い出していたんだ。ありがとう。じゃあちょっとだけ寄ってみよう。老朽化で取り替えられてしまった遊具もあるみたいだけど、懐かしいなぁ。天沢さん、どうかした？ぼんやりしているみたいだけど。え？君も懐かしく感じるの？そうなんだ。
でもその気持ちよくわかるな。俺も最近は全然来ることはなかったけど、やっぱりこうやって来てみるといろいろなことを思い出すよ。大丈夫だよ。どこも痛いところなんてない。弟が手術するんだ。お父さんはお仕事が忙しいし、お母さんは病院で弟と一緒にいてあげなきゃいけなくて、二人とも僕とは一緒にいられないから、おじさんの家にいなさいって言われてる。弟が頑張ってるんだから。その分、僕は心配をかけちゃいけない。お父さんとお母さんの期待に応えなきゃいけないんだ。いい子は泣いて困らせたりなんかしないでしょ。だから。いいよ。何して遊ぶ？お姫様ごっこ？わかった。君がお姫様だね。それなら僕は、王子様？すぐ泣くような僕が王子様でいいの？ありがとう。天沢さんは公園でどんな遊びをしていたの？お姫様ごっこ。それってどういう遊び？天沢さん、約束のことは覚えてる？その男の子と別れ際にした約束。弟の手術が終わって、今日家に帰ることになったんだ。だからお別れを言いに来たんだけど。泣かないで。ああ、困ったな。あんなに家に帰りたいって、帰れるのかって不安だったのに、いざ帰る日が来たら君と別れるのがこんなに寂しいなんて。いつかまた必ず会おう。これはその約束。あの日泣いていいんだって教えてくれてありがとう。君がいたからここで楽しく過ごすことができたよ。だからすぐには難しくても、大人になってからでも必ず君を探すから。だから最後にもう一度、笑顔を見せて。僕のお姫様。
俺が、そうなんだ。君と約束した男の子は、俺だよ。君に会いたかった。君が泣いてもいいって言ってくれたから、俺の悲しみを理解して受け入れてくれたから、俺はあの時寂しさをため込まずにいられたんだ。俺は君の本当の王子様になりたかった。別れてからもその気持ちは消えなくて、自然と君が望む王子様を目指してた。完璧な人間に見えますか？今の私がそう見えるのはきっとある人のおかげです。ねえ、俺は今でも王子様に見えるかな？天沢さん、お疲れ様です。こちらの書類ご確認お願いします。ここに署名をしていただきたくて。はい、OKです。一つお聞きしたいことがあるんですけど。吉岡部長とお付き合いされてるって本当なんですか？そうなんですね、よかった。だって吉岡部長って。何の話をしているんですか？お疲れ様です。部長と天沢さんがお付き合いしてるって噂を聞いたので、真相を確かめてました。どこでそんな噂が？なんでも金曜日の夜にお二人が連れ立って歩いているのを見かけた方がいるらしくて。ああ、そういうことですか。確かに金曜日は彼女と飲みに行きました。エスタリオの小橋さんも交えてちょっとした会合があったんです。その後遅い時間だったので一緒に食事をとるという話になりました。つまり仕事帰りってことですか？天沢さんは社内にいるとはいえエスタリオさんの社員です。エスタリオさんはうちと長い間相互扶助の関係にある大切な取引先、両者の良好な関係を築くことが今後の仕事を成功させる鍵となるでしょう。ですから彼女はあくまでも外部の取引先の方ということを忘れず、
節度ある対応をお願いいたします。仕事に関係ないプライベートの詮索もほどほどにしてください。はい、わかりました。ごめんなさい。天沢さん、うちの社員が失礼いたしました。ありがとうございます。もしまたこのようなことがあれば、私に直接連絡してください。吉岡さんはさすがだな。今の、あの総務部の子だけじゃなく、ここにいる全員に釘を刺してる。実際お二人の噂広がりかけてたからな。ああ言われれば自然と消えるでしょう。それにしても本当に何もなくてよかった。ちょっと心配してたんですよ。だって吉岡さんって。そこまでにしませんか。プライベートの詮索はやめるようにと言われたばかりですからね。お疲れ様でした。お疲れ様です。ずいぶん急ぎ足でしたが、何かご予定があるんですか？私も交えてエスタリオの皆さんと飲み会、それ来週じゃありませんか？そんなに落ち込まないでください。逆じゃなくてよかったです。予定がなくなったところで、今日はこのまま帰りますか？それなら私もご一緒していいですか？私ではエスタリオの皆さんの代わりにはなれないでしょうが、どうしても一人で飲みたい気分でなければぜひ。とはいえこれから報告書の提出があるので、後から合流する形にはなると思いますが。ありがとうございます。それではまた後で。お待たせ。マスター、おすすめをお願いします。かしこまりました。報告書を出すだけのつもりが専務に捕まっちゃってね。久しぶりに少し走ったよ。気にしないで。少しでも長く君と一緒にいたかったから急いだんだ。
さあ、乾杯しよう。そういえば、オフィスに戻ったついでに君がまとめてくれた資料に軽く目を通したよ。相変わらず綺麗にまとめられていて、とても見やすかった。ありがとう。アンケートの立て付けとなると、設問内容が鍵になりそうだね。アンケートの回答者にはデジタルクーポンを配布するという報酬が設定されているけど、途中で飽きたり嫌になって回答を破棄されないように工夫しないとね。アンケートを何度かに分けて実施してみるのもいいんじゃないかな。まずは詰めすぎず、求められている方向性や大枠を見定めるための1回目、その内容をフィードバックして少し詳細な設問を入れ込んだ2回目とかね。あっと、ごめん。今は仕事中じゃないのに、仕事の話ばっかりで。本当？それなら嬉しいけど。でも、せっかく君と話せる機会だから、仕事の話はこの辺りでやめておこう。今日は、俺と君が噂されていて、驚いたね。あの後、誰かに何か言われなかった？それならよかった。噂が広まったら君も働きにくくなってしまうだろうから。まあそんなことがあった直後に君と飲もうとする俺も俺だけど。そんなに不思議に思うことかな。最初のデートの時にも言ったよね。君に惹かれてるって。その気持ちは今も変わらないよ。ごめん、少し出るね。はい、母さん。うん、さっき伝えたけど夕飯はいらないよ。え、来週の日曜日に？その件は何度も断ったよね。そういう相手は自分で決めるから。父さんにも俺からはっきり話しておくよ。それじゃあまた。ごめんね、話の途中で。母親から夕飯の確認の電話だったんだ。うん、と言っても俺が住んでいるのは敷地内の離れだけどね。週末の夕食だけ家族と母屋で食事をすることになっているから、顔を合わせるのはその時くらいかな。まあイメージ通り、数年前までは一人暮らしだったよ。弟がいるって話をしたよね。あの子が家を出ていくタイミングで両親から実家暮らしを打診されてね。俺は会社の跡取りみたいなものだし、父親としては目の届くところに置いておきたかったんだと思う。特に断る理由もなかったから戻ったけど、窮屈に思うこともあるかな。なんだか愚痴っぽくなってごめんね。こんなんじゃ君に呆れられてしまうな。ありがとう。君は優しいね。
どうしてなのかな。君の前ではかっこよくて完璧な王子様でいたいと思うのに、その反面弱いところを全部さらけ出して君に受け入れてほしいとも思ってる。優しい君がどこまで許してくれるのか、その引き際を試すような真似をしてる。まるで子供みたいだね。自分にこんな面倒な一面があるなんて、君と出会って初めて知ったよ。お言葉に甘えて愚痴らせてもらおうかな。さっき電話口で話してたでしょ。その件は何度も断った。そういう相手は自分で決めるって。実は両親からお見合いを勧められているんだ。ずっと断ってるんだけど、これがしつこくて。君のご家族はどんな感じ？口うるさいなって思うことはある？天沢さん、大丈夫？少しペースが速いような気もするけど、あまり強いわけではないと言っていたよね。頬が少し赤くなっているし、休憩を挟んだらどうかな。ね。マスター、お水をお願いします。お待たせいたしました。ありがとうございます。天沢さん、お水が来たからこれを飲んで。そうそう、いい子。君は酔うとそうなるんだね。心配だから駅まで一緒に行くよ。風が少しあるね。大丈夫？だいぶ暖かくなってきたとはいえ、夜はまだまだ肌寒いから。ならいいけど、もし寒く感じたら言ってね。風邪をひいたら大変だから。危ない。転ばなくてよかった。俺が取ってくるから。怪我をすると危ないし、そうだな。ちょっと高さがないけれど、君はここに座っていて。ああ、でもそのままじゃ服が汚れてしまうかもしれないな。
そうだ、俺の上着を着ておいて。そうすれば寄りかかっても大丈夫だからね。見せて。うん、傷にはなってないみたいだね。靴も壊れたりしてないみたいだ。さあどうぞ、お姫様。昔もこうやって靴を履かせてあげたことがあるよね。覚えてる？他にもいろんな遊びをしたのを覚えてるよ。白雪姫ごっこの時は魔女の役も俺がやらされたっけ。え、別に謝る必要なんてないよ。君と過ごしたあの夏はすごく楽しかったから。どうかした？そんなこと気にしてたんだ。怪我すなんてそんなわけないよ。君と過ごす時間はどんどん重なって、どれも大切な思い出になってる。これからも君と一緒にいたいよ。それがまさか本人だったなんて。我ながら浮かれすぎだとは思うけど、今もまだ夢の中にいるみたいだ。何かいいことでもありましたか？わかりますか？ね、嬉しそうな顔をされていたので。ずっと会いたいと思っていた人に偶然再会できたんです。それは何よりですね。僕が言うまでもないと思いますが、せっかくのご縁、大切になさってください。大切に、ですか。同一人物だと分かった瞬間、同意も得ずに思わず彼女を抱きしめてしまった。彼女は何も言わなかったけれど、不快じゃなかっただろうか。本当はあのまま話したくなかった。ずっと彼女を抱きしめていたかった。
どうぞ。オリンピックです。オリンピックのカクテル言葉は確か待ち焦がれた再会ですよね。今の俺にぴったりだ。今度はそのお相手の方と一緒に飲みに来てください。昔公園で彼女と一緒にオレンジジュースを飲んだこともあったな。